今日はね、この間畝立てして、マルチを張った場所にニラを植えていきます。で、このニラね、1年間育てたと思ったら2年間でした。で、そのおかげで根っこがすごい絡まってて、これ分けるの大変なんだけども、無理やりブチブチっとこうちぎっています。根が強いから、再生力が強いから、これでも大丈夫だと思うんで、遠慮なくブチ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 とやりました。で、これ1つの塊に5本6本ぐらいの塊に分けていきます。どうしたすらプチ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 とやっていきます。で、なかなか取れないんだけども、で、こういう感じにしました。まあ5、6本より多いかもしれないけど、まあ少しいいかなと思います。で、穴が開いてるんだよね、この穴。ここの穴に指入れて、穴を開けて、さらに土を掘ってあげて、で、根っこをちょっと丸めてあげて、で、ただ突っ込みます。で、土寄せて、はい、これで終わり。すごい簡単だよね。すごい雑だけども、このニラってさ、育てるとわかるけれども、すんごい強いのね。かなり適当にやっても大丈夫だしさ、植えてたところを起こして、耕して、放置しといても、また芽出てくるぐらい強かったんで、問題ないです、これで。大丈夫。で、全部植え終わったんだけども、80株ほど。で、汚いじゃん、土がいっぱい乗ってて。なんで、それを洗い流すのと、根と土を活着させる。活着っていうのは、まあ、くっつくっていうか、なんて言うんだろう。根を張らせるためを促すための水やりをします。これでね、やっぱりこう、根がくっつきやすいんで、土に。早くくっつけることが、苗をね、生かすためのコツになるんで、植えた後は絶対水をあげるっていうこと。で、さらに、土がね、上に乗ってて黒マルチが汚いんで、水を強くかけていきます。なんでこれするかっていうと、黒マルチはね、日光を浴びて土を温めてくれるんで、土が乗ってれば日光が遮られるんで、温まりにくくなるんで、こうやって、土を流します。流した土はね、ちゃんと株元に流れていくんで、さらに、根っこをね、土で覆ってくれるんで、いいかなと思います。ちょっと雑だけどもね、このくらい雑でも大丈夫よ。植物は結構強いからね。こういう感じでやってます、俺はね。こうやって水なくなって、まあ大体ね、綺麗になったと思います。こんな感じで、これがまたね、根がくっついて活着して成長すれば見た目良くなってくるんで OK です。で、これがね、接射した感じ。まだ出始めだからさ、弱々しいけども、これから強く育ってくれると思うんで、まあ、育ったらね、美味しく食べたいと思います。